されました皆様方、本日は誠におめでとうございます。ちょうど去年、東北東日本の大震災で書を書くことすら大変な中で、またそうした中で出品され、そして入賞された方々、喜びもひとしおだろうと思います。ではただいまより第65回記念書道技術院展の表彰式を執り行いたいと思います。よろしくお願いいたします。会長挨拶、本地俊陽会長お願いいたします。65回の誕生日を迎えます。書道芸術院は65年、ずっと長いですね。第1回目から出品されている方は深川美智子先生だと思います。私と小口先生が2回目からのはずですが、最初からの方もまだおられると思いますけれども、私が覚えている限りではその限りでございます。公文書、飯田俊光、授与していただきます先生は辻元大文理事長です。賞状、幹事部飯田俊光、第65回記念展報文賞、平成24年2月11日、財団法人書道芸術院。副賞として香川県から香川法文先生のお作が贈呈されました。おめでとうございます。第65回記念展記念賞、大平裕子、大町清廉、奥田瑞秋、加藤助石、ファーマ大明。賞状、大平裕子、第65回記念展現代史文書審査会記念賞、平成24年2月11日、財団法人書道芸術院。こちらも香川家から香川先生の印影が副賞として贈呈されます。おめでとうございます。同じく大町清廉、愛称後藤歩む、はい、賞状、前衛職後藤歩、第65回展5回記念展大賞、平成24年2月11日、財団法人書道芸術院。お願いいたします。
市ある書道芸術院展におきまして、栄誉ある大賞をいただき、ただただ身の引き締まる思いでおります。またこのような盛大な授賞式を結行していただきましたことに、受賞者を代表して感謝とお礼を申し上げます。さて、私のふるさと宮城は3年前の岩手内陸地震の傷跡も言える中、昨年3月11日未曾有の大震災に見舞われました。震度7の激震、さらに追い打ちをかけるかのような4月7日震度6強の余震で、書斎には筆や紙が散らばり、言葉では言い尽くせないほどの多大な損害を受けました。そのような中、親しくしていた友人が大津波により行方不明との連絡を受けました。彼の無事を祈り、紙に向かい筆を取る日々、愛すべきふるさとへの思い、人と人との絆など、さまざまな思いを書に託しました。まもなく震災から1年が経とうとしていますが、まだふるさと東北宮城は第一歩を踏み出したばかりです。書で生きる喜びを結び、生きる希望を書に託したいと思います。最後になりますが、書道芸術院会長の大西俊陽先生、理事長の辻元大雲先生はじめ、書道芸術院の皆様、私をさまざまな形で支えてくださる千葉総民先生、宝石先生ご夫妻、研究者の所有の皆様、共に書を志す家族に深く感謝し、謝辞といたします。平成24年2月11日、受賞者代表、研究者後藤歩夢。第65回、第65回記念書道展